謎の組織フレア団じゃ。フレア団。カロス地方のいろんな町で見かける赤いスーツに身を包んだ集団。他のトレーナーやポケモンがどうなっても自分たちがハッピーになればいいという自分勝手な考えを持っているようだ。さて一方でポケモン X に登場する話がこちらじゃ。おあれすごいぞ、来たこちらじゃ。プラターヌ博士じゃ。カロス地方でポケモンの研究をしている博士。主人公やその友達にポケモンを託して冒険に出るきっかけを作ってくれるぞ。今回もさ、個性豊かな登場。